レディオアンコール麦かっこ猫スペシャル。レディオアンコール麦かっこ猫スペシャルをお届けします。最後までお楽しみください。改めまして、猫のシンガーソングライター麦かっこ猫です。先ほどアンコールの取材を終えたばかりなんですが、いろいろなお話をねたっぷりとお話ししました。そうですね、アルバムに関してのね話が多かったんですけど、麦のね普段の生活などは あまりオープンにしなかったかな。あの麦のね最近の出来事としては、飼い主がね新しい車をね買ったので、前の車がねクーラーが全然効かない車だったんですけど、車をね、変えてクーラーが効く車、沖縄ですからね麦ね、そのクーラーが効く車ですごい快適に過ごして、すごいなんか最近はハッピーだなと思います。はい、ということでね、ぜひインタビュー記事もチェックしてくださいね。それではね、ここからアンコール編集部からの質問に答えていきたいなと思います。1つ目、ハマったら抜け出せないことはと聞かれてますけどね、麦はスマホ依存症なんですここで言うことじゃないのかもしれないですけど、麦はねスマホをねすごい一日中見てますね。試しにねアプリで何時間このスマホを見つめてるのかっていうのを測ったら、1日12時間見つめてましたそれで割と自分でもね SNS 投稿するのも好きなんですけど、人の SNS 特に TikTok とか Twitter とかね、人のつぶやきとか投稿をねじーっと、あとなんか動画とかもねじーっと見ちゃうんですよね。それがすごい今楽しいなと思ってることですね。もう一つ、最近運がいいなと思ったことはという質問があるんですけど、ですね、麦は2022年、去年すごいなんかいろんなものが周りで壊れてく年だったんですよ。まずプリンターが壊れたり、お家のね家電が壊れたりね、あと、アートワークで自分で絵を描いたりするので、そのパソコン使ってたパソコンが壊れたりしたので、すごいなんか今年は壊れてく年だな。あと車もね、飼い主の車がエンストしたりとかですね、たくさんのものが壊れる年だったなと思うんですけど、逆に振り返ってみれば体とね心が壊れなかった、これがねとっても自分にとっては逆に良かったんじゃないかなと思って、お金でねある程度のお金で解決できたってことがですね、もうこれは運が良かったなと思うしかないなと、思いました。それが、運がいいなと思ったことです。さあ、ということでね、アンコール編集部からの質問に答えていきました。そろそろお別れの時間です。ここで改めてお知らせです。5月17日水曜日にメジャーセカンドアルバムソングオブライフをリリースしました。ぜひたくさん聴いてください。そしてライブのお知らせです。全国ツアー麦かっこ猫ワンダーニャンダーツアー2023ソングオブライフが6月からスタートします。6月10日は大阪、6月24日は北海道、7月2日は沖縄、7月7日は愛知、7月9日は東京で行います。一緒に楽しみましょう。その他の情報についてはですね、私麦かっこ猫の公式サイトや SNS をチェックしてくださいね。そしてアンコールのウェブサイトには麦のインタビュー記事もアップされていますので、ぜひご覧ください。それではまたお会いしましょう。お相手は猫のシンガーソングライター麦かっこ猫でした。またねー。